無料三寺は神奈川県相模原市南区東間にある仏教寺院。自習の旧大本山。三号は東間山、陰号は根光院、道場号は東間道場。東間無料三寺と呼ばれる。地元民は三号で呼ぶことが多い。自習東間派の本寺であった。寺伝によれば、校長元年一変により、草案が設けられたのが始まりであるという。 実際にはその皇帝である田サ正則が、加減元年2月に湯行を終えて止め重するために、念仏道場を開いたのが起源であろう。湯行承認演技へは、当時の歳末別自念仏で、場面が終わる。文法3年に、正則が亡くなると、初期自習教団の聖地となり、参経者が引きも切らなかったことがタ田ドン会の保護に残っている。 二世保川正則の後を受けた三世いた地獄が、亡くなると、正則の弟子、ユー保ー久氏が当馬に入ろうとする。しかし執権、北条高時の指示を得た佐藤氏獄の弟子内屋が、すでに相続しており、果たせなかった。そこで鈍界は、鎌倉軍またの領内の藤沢にあった廃寺だった、極楽寺を正常行員として、最高、正常行事として、現在に至る。 自習の主流派、湯行派の誕生である。現行3年に信仰が没し、その直後に鎌倉幕府が滅亡した。鎌倉幕府からの帰還を受けた無料蜜寺はこれにより一時衰退した。戦国時代に成城蜜寺が三浦道寸と通じて、反後北条氏の態度を取ったため、永昇10年に陛下にあって消失し、再興できなかったが、 成城工事と対抗関係にあった無料三寺は歴代古北条氏の保護を受け南関東を中心に勢力を誇った。しかし、天正18年に古北条氏が滅亡し、度重なる火災のために再び不審となった。自習十二廃士官では東馬道場の放流は東馬派と呼ばれる。ただし、近世史料上では東馬派も湯行派を称することがあった。 相模、武蔵、下佐に松字を有し、千葉市、御北上氏などの記憶があった。無料三寺文書は、御北上氏との深い関係を示している。遠馬派の長は、当時十字で、遠馬商人と言い,い、正則以来、他の本名字を総称している。当時内を呼び松字から臨番で遠く来した。隠居すると、全他と申した。現在第十八代。 中世から特に近世において浄土宗の偶宗となり、方式及び人脈は浄土宗に移居した。東馬商人は浄土宗人から入ることが多くなった。歴代が浄土宗の連射号、誉れ号を持っていた。近世に入ると幕府の命により、末寺である法大寺、来号寺は浄土宗に転衆している。これは法大寺出身の官地国史島政が、 芝蔵上寺十字として徳川家康の帰依を受けた関係からであろう。近世に東間商人が周辺諸国を輸行していたことが地方文書に残されている。それは輸行派が天馬主院上を有して大々的に行っていたこととは対照的に大変こじんまりとしたものであった。明治期になり輸行派との別立てを起とするが広告知事によれば 呂行派が一貫して呂行を行っていたことから、その優位性を認め、自習への残留を容認した。自習大本山に指定され、寺法を有した。浄土宗の構想、山崎弁礼が大正7年7月、61世住職に迎えられ、事実上の中高の祖となる。その都定養成のための学校が、栗に設けられ、後に、境外地に建てられた。 学校法人公明学園相模原高等学校の起源である。資料集に元六四年三月、当時三十五世代前名によるマヤマ州などがある。アンチ誘業派の立場に立ち、ユニークな記述も多い。不参見を保持していたため、念仏札の仇が残っている。その札は正月などに配られていたが、いつしか行われなくなった。 一辺が、流罪徒上の日蓮を疑問して開校したという逸話に、基づき、相模川対岸の日蓮修明殿寺と交流があり、明殿寺のごえ式に出席したり、当時の解散期に招いていたという。財堅えが終わる成城工事の学料に、当時の茅やの木から絞った油で揚げた、精進料理を振る舞うしきたりがあった。現在は油を絞る工場が廃絶してしまった。 ことから、そのようなしきたりはなくなり、学竜は、年度末の二きに参拝に訪れるだけである。法名は、阿ごではなく阿弥号である。当時の有力団とである関山氏は、東馬三人衆のうちであり、中世土合の家柄。一辺の出自である河野氏の一族と伝えている。1999年、神奈川県知事選挙に出馬した関山康夫はその末裔である。 三門鉄道、バス自動車、ありがとうございます。